はい、こんにちは、レトスノノです。9月26日の3問に入る前に、本日も合格者からいただいたアドバイスを共有させていただきます。本日は、想定できることは事前に想定しておくことっていう内容です。例えば、時計はどれを持っていきますか？昼食は何を食べますか？できる限り事前に考えておけば、前日、当日、不安になる要素が少なくなります。最近は時間を調べるためにスマホを使う方が多いと思いますが、時計も用意しておく必要があります。もしかしたら電池が切れているかもしれないので、事前に確認しておいて、電池が切れているようでしたら、電池交換をしておきましょう。また、昼食は何を食べますか？何を食べても問題ありませんが、お腹を壊す可能性があるものは避けた方がいいです。なので、生物よりも熱処理されたもの、こちらを選んだ方がいいです。また試験開始が13時からなので、食事をして眠くなる方は、それも想定して、少し早めに食事をとったり、食事の量を減らしたり、と事前に対策を考えておくと良いでしょう。私自身も実は時計ですね。時計を日々使う習慣っていうのがないんですよ。なので、スマホばっか見てて、時計って用意してなかったんですね。で、まあ、1週間前ぐらいに気づいて、時計新しく買ってきました。もう安い時計ですけどね。腕時計でもう安いものを買ってきました。また昼食については、いつも昼食取る習慣がないので、昼食は取らずに、まあ、試験を迎えました。まあ、人それぞれやはり違いますので、まあ、今日言ったことは、まあ、参考程度にしていただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。普通定当権でも、寝定当権でも、設定契約を締結するためには、非担保債権を特定する必要がある、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、これ×ですね。普通定当権は、非担保債権が特定されている必要があるんですけれども、寝定当権は、非担保債権が特定されている必要はありません。よって本問は誤りになります。で、この問題ちょっとややこしいんですよね。非担保債権って何なのかとか、ちょっといろいろ解説すべきところありますので、別途動画でお伝えいたします。動画については、こちらの右上のお知らせボタン、もしくはこの動画、終わった最後にリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、続いて、宅建業者は、取引の相手方の権利の実行により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったとき、供託所から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。供託所からっていうのがこれ誤りです。正しくは免許権者ですね。還付請求により営業保証金の額が不足しちゃったよと。そうすると、不足額について納付してくださいって通知が来るんですけども、これは免許権者から来るんですよ。今回の問題は供託所から通知書が来てるんですね。だからこの点が誤りなんですね。で、その他の部分は正しいです。通知を受けた日から2週間以内に供託しなければならない。この部分は正しいと。で、今回の問題について、解説を見て、あ、そうだったなと。わかると。でも間違えちゃったっていう方です。この方が一番注意しなければいけなくて、実は今回そのように間違えちゃった。つまりはボンミスですよね。ボンミスで間違えた人っていうのは、日頃の勉強で理解学習ができてない人なんですね。多くの方が理解学習を間違ってるんです。理解学習の認識を間違ってるんですね。理解学習っていうのはこの解説を理解するだけじゃなくて、そもそものこの問題文が理解できていないと、どんだけ法律、ルールを覚えたとしても、ボンミスとかして間違えちゃうんですよ。だから、問題文を理解するってところがすごく重要なんですね。だ問題文を理解できていないから、引っ掛け問題に引っかかっちゃうんですよ。これを分かってる人が非常に少ないんですね。理解学習の認識を誤ってるんですよ。だから、多くの方が理解学習できているつもりになっていて、実際は理解学習ができていなかったって話なんです。重要なのはこっちなんですよ。こっちじゃないんですよ。多くの方はこの解説が重要だと思ってるんですけども、実は違うんです。こっちが重要なんですよ。問題文が。こっちの理解をちゃんとするってことがもう大前提なんですね。なので個別指導ではそういった部分も含めて解説をしているって話なんです。まあこれでおそらくですね、これ間違った方はやっと理解学習ってそういうもんなんだって分かっていただけたと思います。
なので、これからはちゃんと問題文を理解するって方に焦点を当てて、ぜひですね、勉強を進めてください。で、問題文の理解の仕方について、やり方がわからないっていう方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導では問題文の理解の仕方までお伝えしておりますので、本当の意味で理解学習がしたいという方は、ぜひ一緒に勉強しましょう。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、あともう一つですね、この動画について別途、基本的な無料動画ございますので、そちらも参考にしてみてください。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。またお知らせボタンの方ですね、右上にお知らせボタン出しておきますので、そちらからもご確認いただけます。で、問3ですね。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる、丸か×かという問題です。答えは、誤りですね。用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。ここが誤りです。用途地域が定められていない区域についても地区計画を定めることができるからです。で、ポイントは地区計画を定めることができるのはどこかっていう部分なんですね。で、地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域です。1つ目が用途地域内。もう1つが用途地域外でも一定の要件を満たす区域。この2つなんですね。したがって、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められるっていう部分が誤りだということです。用途地域が定められていない土地の区域であったとしても、地区計画を定めることができる場合もあります。そして、用途地域外でも一定要件を満たす区域のこの一定要件、これについては考える必要はありませんので、用途地域外でも定めることができる区域があるんだということを頭に入れておけば大丈夫です。無駄な勉強をせずに必要な部分だけ頭に入れていきましょう。そして、問1でお伝えした、普通抵当権と寝抵当権の非担保債権の違いについては、真ん中の動画、ご覧いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。